言われた通り500人分の弁当を注文し、先ほどキャンセルの電話を入れておきました。そうかそうか、これであの目障りの弁当屋もおしまいだね。スカットライン。俺の名前はヒロシ。大平モールという全国でチェーン展開をしているスーパーを経営しています。もともとは先代である父親が社長を務めていましたが、息子の俺に仕事を押し付けてさっさと引退。おかげで若輩の身でありながら社長業を引き継ぐことになってしまいました。ふぅ、仕事の一環とはいえ、一人で市販の弁当を食うのは味気ないな。いや、そんなことを言ってる場合じゃないか。うちだって弁当や惣菜を扱ってるんだから、他店の味はきちんとチェックしないと。にしても、担当ある弁当の商品、昔に比べてクオリティ落ちたね。全体的に量も減ってるし、味も安っぽい。前はもっとうまかったのに。ねえねえ、おじちゃん。え、誰この子、いつからここに。ねえ、どうして一人でブツブツ言ってるの。寂しい人なの。違うよ、別に寂しくなんかないよ。おじさんにとってはこれも大事な仕事で。ご飯食べるのがお仕事なんだ。おじちゃん、ずいぶん楽な仕事してるんだね。お嬢ちゃん、なかなかきついことを言うね。人によっては食らっちゃうから、そういうことあんまり言っちゃいけないよ。なんで？ミオ、よくわかんない。もう少し大きくなったらきっとわかるよ。ところで、お嬢ちゃんの名前ミオっていうの？うん、ミオはね、ミオって言うんだよ。へえ、素敵なお名前だね。おじさんはヒロシって言います。ヒロシか、なんだかいっぱい不倫されてそうなお名前だね。ちょっと何言ってるかわからない。そんな言葉どこで覚えたのかな。違うの？違わない。おじさんね、ついこの間奥さんに不倫されて離婚したばかりなんだよ。って子供に何を言ってるんだ俺は。だと思った。ドントマインドだよヒロシ。ありがとう。俺、子供に慰められてる。それでどうしてヒロシはそんなまずそうなお弁当を食べてるの。奥さんに逃げられたから。そう、前は奥さんがいつも愛妻弁当を作ってくれてたんだけど、今は誰も弁当なんか作ってくれないから。って違うからね、これもお仕事だってさっき言ったでしょ。そうだっけ。ミオ、忘れちゃった。ねえ、そのお弁当まずいでしょ。そうだね、なんか食べた気しないし、これじゃあお客さんは満足しないだろうな。でしょでしょ。そんなかわいそうなヒロシにとっておきのいいお店があります。え、急にどうしたの。実はね、ミオもお仕事の途中だったのです。ヒロシ、こっちに来て。ちょっとどこ行くのさ。いいからこっち、黙って俺についてきな、ベイビー。この子は本当にどこでそんな言葉を。じゃじゃーん、ここがミオの行きつけのタンポポ亭だよ。へえ、公園の敷地内にこんなお店あったんだ。全然知らなかった。最近できたばかりなのかな。いらっしゃいませ。おいしいおいしいタンポポ亭のお弁当はいかがですか。頑張って呼び込みしてるようだけど、お客さんはゼロ。あんまり人気がない店なのか。ママ、お客さん連れてきたよ。え、ママ。ああ、ミオ、ちょっと見ないと思ったらまたそんなことやってたの。だってミオ、ちょっとでもママのお手伝いしたかったから。今日もお客さんゼロでしょ。そんなの気にしなくていいのに。けどありがとうね、ママ、とっても嬉しい。ママ笑ってる、よかった。今大丈夫ですか。ああ、すみません、お客様をほったらかしにしてしまって。いえ。ヒロシだよ、ミオが見つけたお客さん。ミオの母です。すみません、うちの娘がご迷惑をおかけしたようで。いえ、子供は好きですから。そうだ、せっかくなのでお弁当を一つもらえますか。いいんですか、ありがとうございます。ご注文は何になさいますか。こちらメニューになります。どうも。こんなにも種類がたくさんあるんですか。いっぱいあった方がお客様も飽きないかなって。すごいですね、しかもお値段もお手頃だ。どれにしようかな。日替わり弁当がおすすめだよ。
おお、そうか。ではそれをお願いします。わかりました。少々お待ちくださいね。ミオちゃんとお母さんには悪いけど、正直あまり期待できないな。あの価格で満足な弁当が作れるはずがないし。5分後。お待たせしました。こちら日替わり弁当です。あったかいうちに食べちゃいなよ、お前さん。ちょっとミオ。そうだね。それじゃあお言葉に甘えて、いただきます。パク。なんだこれ、めちゃくちゃうまい。お箸が止まらないぞ。当たり前だよ、ママのお弁当は銀が一なんだから。そう言っていただけて嬉しいです。お世辞抜きで本当にうまい。こんな弁当屋が近所にあったなんて。それからというもの、俺は毎日のようにタンポポ亭へ通うようになりました。ミオちゃんとお母さんのマリコさんともすっかり仲良くなって、楽しいランチタイムを過ごしていました。すると、美味しそうにお弁当を食べる俺を見かねた通りすがりの人がタンポポ亭のお弁当を求めるようになり、気づいたらお店の前には長蛇の列ができるほどの人気店になっていたのです。はい、最後尾の人はこのプラカードを持って後ろの人に渡していってね。いや、コミケかよ。こんにちは、マリコさん。今日も随分と繁盛してますね。あ、ヒロシさん、いらっしゃいませ。何にします？そうだな、それじゃあ今日はミックスフライ弁当にしようかな。ミックスフライですね。少々お待ちください。ここの味を知っちゃうと不思議と何度も食べたくなるんだよな。マリコさんのお弁当はそれだけ魅力があるってことだよな。一方、その頃別の場所ではある人物が頭を抱えていました。一体どういうことだ。先月頃から急にうちの弁当がばったり売れなくなってしまった。我が担当ある弁当は県内複数の店舗を運営する一大チェーンだぞ。こんな事態許されるはずがない。何が起こっているというのだ。社長、瀬古田社長、大変です、大事件ですよ。忙しい、一体どうしたというので。近所にタンポポ亭っていう新しい弁当屋ができたようです。そこにごっそり客を取られたみたいで。タンポポ亭だと？知らないのだな。よし、早速視察に行くぞ。急いで準備しろ。はい、わかりました。ここがタンポポ亭か。随分と陳腐な店構えだな。君、ちょっといいかね、弁当を一つもらおうか。いらっしゃいませ。ご注文は何になさいますか？そうだな。どれも安物ばかりじゃないか。もう少しまともな弁当はないのかね。私に合ったゴージャスなやつがいいな。それでしたら特製幕の内弁当はいかがでしょう。まあいい、ならそれをもらうとしよう。承知しました。少々お待ちくださいね。早く頼むよ、これでも私は忙しいんだからね。5分後。どれどれ。なんだこれは。こんなものが特製とは笑わせる。どれも安っぽいおかずばかりじゃないか。これではうちの足元にも及ばない。こっちは高い機械使って工場で製造してるんだ。正直負ける気がしないね。どうしてこんなしょぼい弁当が人気なのか。なんだこれは。めちゃくちゃうまいじゃないか。おじちゃん、ありがとう。悔しいが、この味にはとても勝てる気がしない。がしかし、何としてもこのライバル店は潰さなければ。なんだか大変そうだね。そうだ、いいことを考えついたぞ。なになに、ミオにも教えて。何、簡単なことだ。そうだな、とりあえず弁当を500人分注文してみるか。そして当日ドタキャンすれば。うわー、おじちゃんすごく悪い顔してる。いけないんだ。
ねえ、さっきからうるさいな。一体何なんだこのガキは。遊ぶならあっちに行ってやろう。ミオつまんない、ベーだ。まったく、これだからガキは嫌いなんだ。それから数日後。あれ、こんな時間なのにまだお店の明かりがついてる。こんばんは、どうかされたんですか。なんだかすごく忙しそうですね。あ、ひろしさん、実は急遽大量の注文が入ってしまって、今から少しずつ準備をしているところなんです。ああ、ひろしだ、ミオもお手伝いしてるんだよ。へえ、偉いね。褒めてくれてもいいんだぜ。おう、よしよしそれで大量ってどのくらいなんですか。それが500人分なんです。500人分。とってもありがたいんですけど、さすがに手が足りずに困ってしまって。確かにお一人だと大変ですよね。納品はいつなんです。次の水曜日です。食材も追加で仕入れなきゃなんですけど、いつもの業者さんからは量が多すぎて急には対応できないと言われてしまいました。一体どうすれば。ヒロシ、ママを助けて。なるほど、わかりました。そういうことなら俺力になれると思います。それはどういうことでしょう。俺こう見えていろいろコネがあるんですよ。大口注文に対応できる業者も紹介できますし、手が空いてる調理スタッフも何人か紹介できますよ。本当ですか。ヒロシすごい。こちらとしてはすごく助かりますけど、ヒロシさんって一体。まあまあ俺のことはいいじゃないですか。そうして次の水曜日。失礼します、瀬古田社長、お呼びでしょうか。例の件はどうなっているのかね。はい、言われた通り500人分の弁当を注文し、先ほどキャンセルの電話を入れておきました。そうかそうか、これであの目障りの弁当屋もおしまいだね。あの社長。なんで。何もここまでする必要あったんでしょうか。嫌がらせにしてはあまりにも度が過ぎているような。うるせえ、貴様秘書の分際で私に意見するのか。そんな、滅相もありません。失礼しました。ふん、身の程を分かっていればそれでいい。少し出かけてくる、準備をしろ。はい、ちなみにどちらに。決まってるだろう、奴らが絶望しているところを直接拝んでやるんだよ。こいつクソだな。その頃タンポポ亭では。どうしよう、突然キャンセルだなんて。せっかくヒロシさんが協力してくれたのに。ママ、元気出して。思った通り頭を抱えているね。私の客を横取りなんてするから痛い目に遭うんだ。思い知ったか。誰かいるよ。しまった。隠れたって無駄よ。このミオちゃんの目はごまかせないんだからね。見つかってしまったか。だが、まあいいだろう。な、失礼。弁当をいただけるかな。すみません、本日は普段通りの営業はしていなくて。作り置きのお弁当でよければいくらでもお譲りできるんですが。なるほど、悪いが、そういうことならまた今度にしよう。申し訳ありません、またどうぞよろしくお願いします。それでは。ちょっと待った、ママこいつだよ。こら、ミオ、いきなりどうしたの。お客様に失礼でしょ。お嬢ちゃん、私に何か言おうかな。演技したって無駄だよ、ミオちゃんと覚えてるんだから。このおじちゃんドタキャンの人だよ。お前、この間のガキか。まさかこの店の子供だったとは。ミオ、それどういうことなの。あの、今の話本当ですか。あなたがお弁当500人分ご注文したんですか。え、頼んでないし。嘘つき、この間悪い顔して突然するって言ってたもん。
誤解だ。私は何も知らないぞ。大臣、ガキのザレ事じゃないか。うちの子を侮辱しないでください。亡くなった主人に似てとても賢い子なんです。弱小弁当屋の店主風情が生意気ね。娘のミオは言葉遣いはちょっとあれですが、決して嘘をついたりはしません。そうだそうだ、ふんのたたきゃんくそやろ。お弁当を準備するのに材料費や人件費だってかかっているんです。きちんとキャンセル料を払っていただきます。そのくらいはしてもらわないと。仮にその子の話が本当だとして、私が注文したという証拠はあるのか？それはミオが見たって言ってますし。そうだよ、それが何よりの証拠でも。むっはっは、話にならんな。そもそも予約する段階でキャンセル料の話はしたのかね？え、そういえばしてないのだろう。だったらキャンセル料などこちらが払う義理はない。私はこれで失礼するよ。そんな。ねえママ、あいつ行っちゃうよ。追いかけなくていいの？悔しいけどあの人の言う通りだわ。こんなことなら電話で予約なんか受けなきゃよかった。ダメなママでごめんね。そんなこと言わないで、ママはダメなんかじゃないもん。ママは一番すごいんだよ。ありがとう、ミオ。はあ、もったいないけどこのお弁当もう全部破棄するしかないわね。せっかく頑張って作ったのにな。やだよ、それじゃあママのお店がなくなっちゃうよ。ミオ、お願いだから泣かないで。このままじゃママも。こんにちは、気になったんで様子見に来ちゃいました。って二人ともどうしたんですか？それどういうこと？実は今日になっていらなくなったと連絡があって、キャンセル料も払わないと一点張りで。なんだって？それは許せませんね。せっかくご協力いただいたのにこんな結果になってごめんなさい。いらしい、ごめんね。ちょっとやめてくださいよ。どうして謝るんですか？二人は何も悪くないでしょう。それはそうですけど。けどまあそういうことなら俺が全部買いますよ、その500人分のお弁当。え、さすがにそれは。ヒロシ、一人でこんなにいっぱい食べたらお腹が爆発しちゃうよ。安心して、俺一人で食べるわけじゃないから。それはどういうことですか？いつかうちの社員たちにもマリコさんのお弁当を食べさせたいと思ってたんですよ。前にタンポポ亭のことを話したらみんな興味津々で。あのヒロシさんって一体？なあ、そういえば言ってなかったですね。俺、実はこういうものでして。これはご丁寧にどうも。大平モールの代表取締役？ミオ、知ってるよ。いろんなところにある大きなスーパーだよね。おお、ミオちゃんは物知りさんだね。当たり前だろ、あちきのこと舐めてたらやけどするぜ。こら、ミオ。でもびっくりしました、ヒロシさんがそんなすごい人だったなんて。いや、俺なんて親の七光り、ただの二代目社長ですよ。なあ、これ代金です。え、こんなに？うひょー、お札がいっぱいある。これ何億円ある？そんなにはないよ。マリコさん、もし足りないようなら言ってください。お弁当はまた後で取りに来ますね。足りないなんて、そんな、これじゃあもらいすぎです。そうですか？なら残りは後で返していただければそれでいいので。いやー、みんな喜ぶだろうな。今度みんなの感想をお伝えしますね。それじゃあ。どうもありがとうございました。ママ、ヒロシかっこよかったね。え、そうだね。あれあれ、どうしたの？お顔真っ赤だよ。なんでもないから。その後、うちで働く社員に弁当を振る舞ってみたところ、予想通りみんな大いに大満足してくれました。
俺と同じくお店のファンになった者も多く、中にはマリコさんの弁当を食べないと禁断症状が出る社員まで登場する始末。ところが肝心のタンポポ亭はというと、その後例の店はどうなった？はい、噂によりますと、あの一軒以降営業をしていないみたいで、今は休業中なんだとか。あれだけのことがあったので精神的に参っているんだろうな。まあ仕方あるまい。いや、誰のせいだよ。おかげでうちの店に客足が戻ってきている。これでうちも安泰だな。1ヶ月後。どういうことだ。昼のピークタイムだというのに客がちっともいないようだが。社長、瀬古田社長、大変です。一体なんだ。想像しいぞ。今こっちはそれどころでは。本当に一大事なんですよ。なんとあの大平モールが新作弁当を発表したらしく、それがとんでもない反響みたいなんです。何？その話は本当か？すぐ視察に行くぞ。急いで準備しろ。わかりました。これはどういうことだ。この人数尋常じゃないぞ。あれ、あなたは確かタントワール弁当の瀬古田社長じゃないですか。前に懇親会でお会いしたことはありましたよね。あなたは大平社長。この騒ぎは一体。いやー、お騒がせしてます。実はうちの惣菜部門で新作弁当を出そうって話が前からありましてね。それでずっとよその店の弁当を食べて研究してたんですけど。この度とあるお弁当屋さんとタッグを組んで看板弁当を開発したんですよ。それがご覧の通りの大盛況でして。その店とは一体。ドタキャンくせーの。本当？あなた何しに来たんですか？ドタキャン？じゃあもしかして瀬古田社長が例の犯人なの？そうだよ、こいつが全部悪いの。お前たち今は休業中じゃなかったのか？まったく、あんたって人はとんでもなく最低な人ですね。そんなことより弱小弁当屋がここで何を？だから先ほどお伝えしたじゃありませんか。とあるお弁当屋さんと看板弁当を開発したって。なぜ大平モールがこんな弁当屋と組むことになったんですか？それはあなたのおかげかもしれませんね、瀬古田社長。それはどういうことですか？あなたがドタキャンした弁当、代わりに俺が買ってうちの社員に食べさせたんです。そしたらタンポポ亭の弁当をうちで扱いたいって要望が多く出ましてね。ひろしさんからお話をもらって、大量生産しても味が落ちないよう私もレシピ作りに協力させてもらいました。ミヤもお手伝いしたもんね。二人とも本当にありがとう。おかげで満足いく商品ができたよ。いえ、うちとしても助かりましたから。その分お店の方はしばらくお休みいただいちゃいましたけど。精神的に参ってたんじゃなかったのか？ママがあのくらいでへこたれるわけないじゃん。まあそういうわけです。じゃあ俺たちはこの辺で、まだ仕事が残ってますから。待ってください、大平社長。はい、まだ何か？よかったら私の会社とも協業していただけませんか？一緒に利益率の高い弁当開発を。なんでうちがそんなことしないといけないんですか？お宅の会社と組んでもこっちには何もメリットないじゃないですか。そんなことはありません。うちは県内に複数の店舗を持っていて、昔から根強いリピーターだってたくさん。それ本気で言ってます？はっきり言って以前よりかなりクオリティ下がってますよね。リピーターも離れてるんじゃないですか？それはそれにね、うちは別に利益率を優先したいわけじゃないんです。利益よりもお客様満足度が最優先。うちはただ喜ばれる商品を提供していくだけですよ。そん
な。全国チェーンのスーパーなんかと張り合えるわけがないじゃないですか。うちは倒産してしまう。残念ですが、自業自得では姑息な真似ばかりして企業努力を怠った結果だと思いますけど。頼む、お願いだ。ドタキャンしたことは謝る。だからあんたからも社長によろしく言ってくれ。はい、それって予約をキャンセルしたこと正式に認めるってことですか？だからそう言ってるだろうが。いいからさっさと。ミオ知ってるよ。語るに落ちるとはこのことだね。えらいね、ミオちゃん、そんな難しい言葉よく知ってるね。謝罪するならその前に支払っていただけますか？何を？キャンセル料です。いや、だからそれは。だったらもういいです。ヒロシさん、行きましょう。待ってくれ。このままじゃうちの店は大赤字確定なんだぞ。ねえ、大平社長、話だけでも聞いてくださいよ。実は俺、ものすごく怒ってるんですよね。よくも俺の大事な人に迷惑をかけてくれましたね。後ほどうちの法務部を動かしてきっちり損害賠償請求させていただきますので、覚悟しておいてください。いや、おしまいだ。こんなのあんまりだ。その後、タントワール弁当は弁当が全く売れなくなって廃業。瀬古田社長は莫大な借金を抱え、その返済に昼夜追われているそうです。一方、マリコさんはというと、タンポポ亭は別の方に任せて、今はうちの開発部で活躍してくれています。マリコさんが来てくれて本当に助かりました。新しいお弁当もかなり好評みたいですよ。いえ、私もヒロシさんに喜んでもらえて嬉しいです。素敵なご縁に感謝ですね。いや、しかし縁って不思議ですよね。ここでミオちゃんに声をかけられてなかったら、こんなことにはならなかったもんな。ミオ、偉い？ああ、とっても偉いよ。どうもありがとう。ヒロシもありがとう。え？ママのこと助けてくれてありがとう。いや、俺は何にも。いえ、ヒロシさんには感謝してもしきれません。本当に、なんて言ったらいいか。あの、マリコさん。はい？よかったら今度ゆっくりお食事とかどうですか？それって。ああ、二人とも顔が真っ赤か。ちょっとミオちゃん。ねえヒロシ、ミオお願いがあるんだけど。何かな。ミオのね、新しいパパになってよ。ちょっとミオ。ああ、にっけど。こら、待ちなさい。この先、彼女たちとどういう関係になるかはまだ分かりませんが、これからも幸せな時間が続けばいいなと思っています。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。